じゃあ今度はワンピースの肩を詰めるという作業をやります。まあこれもすごい簡易的なお直しっていう感じです。80年代のお洋服とかこれみたいに結構肩が大きいデザイン多いと思うんですよ。パフスリーブであることは可愛いけどにしても肩でかいみたいな感じなので、ここをちょっと詰めるっていう作業を今からやります。でどんな感じかっていうと、まあここだと肩の幅がまあこんだけしかないんですけど、布の幅がここをタックみたいに縫い合わせちゃいます。これはたまたまここにフリルがいるのでもう全然隠れるし縫うの下手くそでも大丈夫って感じでもここ普通にフリルとかないお洋服でも、まあ、裏側から縫うので見えないし結構簡単にそれっぽく肩幅が修正できます。じゃあここをもうこんだけ分詰めたいんですね。なのでここをこう折ってこれを 裏側からこのつまみ分をここをもうただただ並縫いするっていうだけの作業です。じゃあやっていきます。さっきのつまんだ箇所をちょっとぶれないようにピン2箇所打ったんですが、あんまりぐるっと縫わなくてもよくて、もう肩の中心から左右 2センチずつとか 2,3 センチずつくらいとか縫ったら十分なので適当に縫っていきます。はい、もうおしまい。玉止めして終了。はい、縫えました。こんな感じ。なんか余計なとこ縫わないようにだけ気をつけた方がいいかな。でこれがどうなっているかというと、はい、さっきのあの肩幅がこれになったわけですね。はい、じゃあこれを反対側もやっていきます。これもこの幅をこうしたいのでつまんで裏から縫います。はい、縫えました。めっちゃ雑5回くらいしか針往復してない。はい、でもいい感じ、詰まった。だいぶ雑だけど、まあこれはフリルある前提でちょっと今日パパッとやっちゃったので、もうちょっとちゃんとピン打ってちゃんと定規合わせて布合わせてやるとさらにもうちょっと綺麗にできるかと思います。